はい、ファッションドリーマーやっていきたいと思います。前回動画にしてから、そうですね、ブランドレベルとかは上がってないですね。ポイントがまだまだ足りなくて、今日はそうですね、私伝説呼びましょう。伝説彼女結構好きなんだけどね。まあ、じゃあとりあえず、なんかもうね、いろんなとこにとりあえず移っていった方が、なんかいろんな子が出てきてくれるなと思って、なので一通り喋って回っていきたいと思います。よだいぶやってあるんで、あ、仲良しね。まあありがとう。はい、まあ、いいことだよね。仲良くなるのはいいことだよね。なかなかやっぱ友達紹介はないですね。はい、こちらは着られない服でした。雰囲気だけ抽出して AI に学ばせることにしましょう。 AI って便利ですね。で、こんにちは。うわ、やってない人おる。貴重だよ。やってない人結構貴重だからね。大体みんなやったと思って始めたのに。レアなレザー。うわー、聞きました、レアなレザーですってよ。うわ、ないかもしれない。どうしよう。これってレザーではないもんね。レアなレザー、うわ、ないわ。マジか、レアなレザー。そうだね、メンズのレザーってあった。赤色だけど大丈夫。なんか変えた方がいいよね。はい、まあ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 、まあ、あってよかった、赤のレザー。地味に赤入れていこう。そしたら、別にダサくないと。あ、ダサくないよね。全然ダサくない。おしゃれおしゃれ。生真面目くんにはちょっと難しいかもしれないけど。まあいいでしょうよ。よし。ありがとう。なんか最近、ガチャチケくれる子が多いんだよね。ありがたい、ありがたい。はい。ついに私、育児パパとも仲良くなって大丈夫。ね、育児パパと私仲良くなって大丈夫かな。ちょっと不倫疑われない？怖いわ。こんにちは。こんにちは。めっちゃみんな仲良くなるやん。ああ、そう。いや、いいんだけどね。いいんだけどね。こんにちは。こんにちは。似合うんだけど、でもこの服って結構難しいですよね。やっぱなんか極妻感ね、やっぱなんだ、溢れ出てるよね。お、気になるアイテムね。はい、それなんだ。それだったら、なんかもういっそこういうのとかの方が合ってるよね。でも下ちょっと派手にしたい。これどう？ダサい。ダサいと意見もまあ否定はできないよね。いや、なんか最近、そう、最初の頃はとりあえずトップスインしまくってたんだけど、ちょっとトップスインしない方がおしゃれなんじゃないかってことに気づき始めた。今日この頃。足元か、足元、足元。これ、あ、かわいい。いいじゃない、いいじゃない。ね。
結構私にしては真剣よこれ。耳なぁ、まあ、何でもいいかな。いや、いいでしょう。うん、うわ、すごいくれた、ありがとう。ビンゴしねえんだよなっていう。マジでビンゴする必要性がないもん、あんまりね。もう、伯爵ともう仲良くなりまして、伯爵結構簡単。結構簡単な男じゃないねえ。今の部屋に合わせて終わった。知らないもん。これに合うやつでしょ。なんかワンピースじゃない？うん。ワンピース、ワンピース。まあまあ合わないわね。あ。てか、これの黒バージョン手に入れたんだ。それ私着たいんだよな。着よ。今すぐ着よ。うん。ちょっと。ちょっとこの子やってる場合じゃないから、ちょっと早く終わらせるね。はい、どうぞ。でも髪の毛見せたいんだから変なもんつけた方がいいよね。そうだよね。はい、どうぞ。うわ、ありがとう、ガチャチケ。髪型いただきました。まあ、使うかと言われれば、ちょっと微妙なラインかも。よし、じゃあ着替えましょう。ね、このね、着物もいいですよ。とてもおしゃれだと思う。ちょっと、ではゆうたちゃん、かっこでかいバージョンも、さっきのやつ着せたいじゃないっていう。どこだっけ？おぉ。なんだろう。強そう。何と言わないけど強そうじゃないですか、なんか。なんかビームとか打てそう。おぉ。ありがとう、友達紹介。マジで感謝する。ありがとうね。やっぱ一同が2人、3人ぐらいは会いたいですから。切れないわよ、これは。今の部屋に合わせて、あなたね、ちょっと難しいのよ。これついてるからさ、そうね。結局この子はピンク系ブリブリにする。言い方悪いよね。ピンク系、こういうのにするのが一番合ってるよな。ね。そうだよね。変に上に着せるのが可愛いよな、これは。これいいじゃん。これにして、最近こういうこの靴選ぶとき横向きにするんだよね。横向きにして、こう履いた時の可愛さをチェックっていう。これはちょっと違うな、こっちだな。うん。耳元は、とりあえずファンシーなものでいいんじゃないかな。はい、どうぞ。いいじゃない。はい。うわ、これ結構使えそうではあるけど、そうだね、ちっちゃいゆうたちゃんにはありかもしれない。うん、ちょっと待ってよ。みんな髪の毛のこと言いすぎじゃない？いいんだけどさ。
この髪型に合った髪型に服って何？わかんない。暴走していい？これじゃない？もうこれじゃないって言ったら外ピーポピーポ言ってんだけど大丈夫？これじゃない？今動画撮ってるの朝9時なんですね。朝9時にピーポピーポ言ってる地域嫌じゃないですか？とても嫌です。どうしたもんかな。この服さ、ちょくちょく使ってるのよ、作ってからというものを。あんま気に入られないね、やっぱりね。まあ、そうだよねっていう感じ。仕方なしよね。大丈夫？そんな笑顔でいられる？色なんだ。てっきり髪型くれるのかと思ったよ。え？いや、いや、いいと思う。いいと思うけど、いらないよね。いや、いいと思うよ。いいとはね。さあ、まあ、ただ今日は髪のこれヘアスペシャルです。はい、ヘアスペシャル。何そのスペシャル。いちごどう？ありスター赤にしよう。でも体でいちごを表現していこう。どういうことっていう。体でイチゴを表現するのよ。いや、やばいな。まだなんとでもなるよ。まだなんとでもなる。うわ、イチゴっぽい。ちょっとブツブツ。これ何ですか？ブツブツって表現は良くないけど、これ何ですか？まあ、イチゴだね。完全にイチゴ。あえて足元黒入れてもいいよ。熟してますみたいなね。はい、熟してます。それ熟してるんだけど、腐ってる。イチゴってでも熟すと茶色、え？茶色系だよね。そうだよね。まあいいじゃない。あ、星だったんだこれ。ブツブツとか言っちゃったけど。なるほどね。はい。やっぱ今のところ一人よ、友達紹介。大丈夫？やっていける私。子供混じってんだけど大丈夫？何？迷子？大丈夫？あなた迷子でしょう。名前？名前かっこよ。ハイドだって。ラルクかよ。ネオンカラーのシャツないよ、そんなもん。ネオンカラーのシャツ。ないよ、ない。ネオンカラー無理なのち。対応しておりません。お帰りください。子供やん。100% 子供やん。ああ、どうしよう。もう寒いといけないから着せる？ねえ、さっきなんかね、こそこそじゃないわ。一人でやってる時、なんかネオンカラーって人あった時にこれ着せたら意外といけたから、ダメかな。さすがに無理。ちっちゃいな、ほんと。なんかパンチしたら吹き飛んでいきそうだもんね。パンチするなっていう。ね、ほんと吹き飛んでいきそう。不安になるわ。ですよね。
まあ、やっぱ私にはキッズ難しかったですね。うん。相性悪いのよ、キッズと。何においても。そうなのよ。じゃあ別のところ移動しようかな。特に、もっとね、びっくりマークの人はいるはずなのよ。だから、ちょっと移動します。移動するとね、意外と出てくる人変わりますから。さあ。ほら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 。うわー、ちょっと攻めすぎじゃない？ちょっと攻めすぎだと思うな、私。悪くないけどね。悪くないけど。攻めの姿勢は嫌いじゃないけど。うわ、衰えた人と仲良くなりました。はい。友達紹介マジでいないな。大丈夫？よう。よう。ピックとも仲良くなりました。はい。そろそろ来てほしい。はい。はい。あ、熱がりなホットのポーズもらいましたよ。まあ、いらないっちゃいらないけど。カラス来ました。久々に嬉しい。仲良くなりました。しかもありがとう。まあ、ほぼね、私とカラスちゃんって多分同じ同族だと思うから、パワードだよね。まあ、でも同族だよね。まだ喧嘩してんの？やばくない？やっぱ情報が多いですね。仕方ないにしてもね。うわ、まだいる、キッズ。キッズ、ジャケットレアなジャケット、そんなものあると思って、キッズ。ちょっと。レアなジャケット。これか。結局赤とかなんだけど。まあでも、まあ、レアですから。キッズどうする？キッズレザー履くとさ、無理してる感すごいんだよね。わかる？なんかちょっと大人びようとして頑張ってる子みたいな。これ絶対親の趣味だよね。親の趣味で着てますみたいな。いいんじゃない？顔が幼い。顔が幼いよ。すげえくれるじゃん、1ポイントありがとう。トレンド変わりましたよ。キッズパワーかな。はい、あ、いたいた。ウォーウォー。おお、ありがとう。型紙は嬉しいよ。意外といないですね。あ、いた。でもこの子友達無理でしょう。そうだよね。見えない。ひどい。全く見えてない。何これ。いや、見えなかったからいいです。はい。悪いよ、絶対。そんなことある？カラスちゃんやろうかな。あり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 。カラスちゃんぐらいしか。はい。よし。黒系の色のタイツ。いいね。とりあえず黒だよね。カラスちゃんは絶対黒だよね。そうだな、カラスちゃん。あ、カラスちゃん、いっそ私のブランドだけでまとめるという手も
なりますよね、意外と。これとうち下半身弱いのがちょっと弱点ですけど、これだよね。あ、でもタイツつってたよね。うわ、終わった。タイツだけちょっと取ってこないと。じゃあちょっと入手順にして、入手順じゃない、カテゴリー順、タイツ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 履くんだから、いやこれはないな、これも正直ないよな。これぐらいが無難よ、うん、いやこっちですね、うん、でタイツタイツ、あのね、カラスちゃんのいいところ、私が理想的なコーデができるところ、うん、そこだよね。ほら完璧。まあいいですよ。おしゃれですよ。よし。ちょっくら飛んでくるって。ブーン。ブーンっていう音はちょっと正しくないな。うん。でもブーン。さあ、あ、向こうにダンスの人いる。あ、パニックさんもいる。結構いるぞ。よし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 。こんにちは。あら、何着るのこれ、大丈夫？あ、似合うわね。うん。なんだ、私より似合ってんじゃない？うん、久しぶりだね、なんか。ビリー。デニムライト、ありがとう。さあ、みんな大好きパニックさん、はい、みんな好きではないんで、パニックさん、パニックさんって時々こうやって変なアイテム持ってくるよね、大丈夫？え？わかんないわかんない、こういうこと、こういうことですか、パニックさん合ってますか、私が思ってるの。むず、パニックさんってじゃあ難しいかもしれないね。足元どうしよう、足元、え、これとかどうなりたいの、パニックさん教えて。ブリブリしたい？それともキレイ系だと思えたい？これブリブリだよ、大丈夫？よかった、だってよかったみたいです。よかったならいいけど。うわ、ありがとう、色つけてるのこの人、耳ですか？え？わかんな。なんかついてます？うん、ちょっともっと大胆なアイテムにしてほしいですね。うん、待って、この組み合わせめっちゃ可愛くない？可愛い可愛い、まあ色もねいい感じだし、まあ、良いじゃない。じゃあこれに、これはね特に何もいらないと思うんだよな。足元は意外とこれじゃない？意外と、うん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 、
こういうタイプの人ってヒール高いの履かないのよ、きっと。イメージね。ああ、本当に耳だったんだ。わかんないよ、それは。ね。そう、踊り子の気持ち私は分かってたみたいですよ。まあそうだよね。私そういうとこあるんだよね。例えばすごい疑問なんですけど、まあ、攻略も見れば済む話なんだけど、こんにちは。え、傘って一種類しかないの？ないんだろうな、傘って。普通の傘しか出会わないからさ、私でもなんか番傘みたいなのないのかなと思って。ごめん、なんて？ジャケットを使ってシンプルな雰囲気を。シンプル、私最近シンプルって言うと本当にシンプルにしようと思ってて、なんかダメって言われたくないから。これ何？レザーポイントパンツ。普通好きにでいいと思う。ジャケットね。シンプル、シンプル。もう何もかもシンプルよ。シンプルだね。ちょっと猫背じゃないから大丈夫？ちょっと姿勢よくしていこう。ね。まあ私超猫背大魔人なんで、そんな私が言うことではないんだけど。よくないわよ、猫背って。本当に肩凝るし。違うの、ずっと俺のターンのちっちゃい子もびっくりマーク出てるはずなのに出てこないんだけど、どういうことなんだろうね。っていう、それがいいの？じゃあこれ着な。あ、でもこっちでもいいかも。いや、これの方がいいのかな。これパジャマやん。パジャマですやん。ねえ、早く寝なさいって。いつまでも来てダメよって。ねえ、テレビ見たいのはわかるけど。すごくない？こんなラブリーなのある？エレガント？嘘でしょ。嘘でしょってこともないけど、あの子からエレガントがもらえるとは思わなかった。伯爵やっとこうかな。はい。うわ、かっこかわいい雰囲気。終わった。かっこかわいいって結構そのなんて言えばいいんだろう、おしゃれ感は捨てていかないといけないと思ってて、私これ可愛い要素としていつも着せるんだけど、どう？変ですか？可愛い、かっこいい、なんか順番に着せていくんだ。私かっこいい、可愛い、次可愛いでしょ？可愛い、可愛い、可愛いよね。でかっこいい。靴下にかっこいいはないから、かっこいい靴ってなんだ。ね、次かわいい頭をつけるんです。かわいい頭でかっこいい、どうしようかな。これダメかな。いいのね、やっぱそういうことよね。かっこいい、かわいい順番がいいよね、やっぱね。そうだよね。さすが伯爵、分かっておられる。うん。さらばだ。よし。こんにちは。もうびっくりマーク系が誰もいないですね。あ、いた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 。二人いるよ。
ムンさんいる、ムンさん。ポーズありがとう。ポーズはマジで欲しいんだよな。うん。友達の紹介、月が綺麗ですね。はい。ありがとうございます。これにて2人目です。なんとか目標まで行きましたね。なので、ちょっとじゃあ場所を移動しましょう。ああ、よかったよかった。とりあえず2人が目標だから、最低ライン。あ、久々じゃん、寒い子。はい。まあ、似合うな。髪型とか、色味的にすごい合うよね。ありがとう、コイン10枚。めっちゃくれるやん。え、ちょっと待って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 、わからない私。え、今日キッズスペシャル今日はキッズスペシャルなのかな。なんかまたキッズ増えてたんだけど。これに合わせるの。もうちょっと今キッズにね、ちょっと私気を取られてるから、ダサくなっても文句言わないでね。責任は取りません。チェックにチェックだけは絶対にありえないと思うんだよね。なんかダサくない？なんかね、これ多分ジャケットの形が、って感じ。裸足はダメ。さすがにダメ。攻めすぎ。なんか理想、今考えてるのは英語の先生みたいな。それぞれだよね、英語の先生も。でもね。先生、チェーンとかつけちゃダメだよね。よし、ちょっとキッズさ、もうやるか。はい。探してる飼育。ああ、そういうこと。この子がお兄ちゃんなんだ。へえ。まあ、そりゃキッズだわ。何？レアなソックス？死んだよねって。レアなソックスなんてそんなにないわよって。レアなソックス？まあ、でも私お兄ちゃんの方が好きかな。どっちかといえばね。うわ、終わった。見てください、一向に私ソックスが増えないんですね。不思議だよね一向に増えなさすぎて、これ惨劇を生んでしまったんだけど。いや、ごめんキッズ、ちょっとないわ。謝罪は受けるよ。謝罪はじゃないわ、謝罪するよ。これ初めて使うわ、このアイテム。何これ。釣りに行くお父さん。あ、可愛くない？意外と可愛いぞ。お前大丈夫、ごめん、分かってる。ソックス問題あるよね。でもさ、すごくない？逆にそのキッズ2人一気に来るっていう、こういうもんなのかな。よいしょ。わ、ハイライトブラウン、ありがとう。感謝感謝。レアなパンツ。ねえ。あなた、お兄ちゃん探してるよ。もう帰りなさい。注意。ただの注意。この子ピンク系でしょ？うわ、ヒョウ柄、うわお。レアなパンツはいっぱいあるから、いっぱいはない。嘘ついた。これじゃない？うわ、ホストだね。良いね。ホストコーデ。上、いらんな。
お兄ちゃんもびっくりよ。え、どうしたみたいな。絶句って感じだと思う。もうそれが逆に良い。うん。そうだね。これめっちゃいいよ、いいよ、いいよ。いや、派手だよ。派手じゃないわけがないぐらい派手だよ。うん、目立ってない？目立ってます。非常に目立っております。でもそれがいいと思うよ、逆に。ただ、ほんとびっくりマークさんはもういませんね。いや、いるはずなんだよ、ほんとは。ただ、出てこないっていう。あ、いたいた、二人もいる。よし。あー、割とおしゃれ。割とおしゃれだけど、まあ別にいらない。ごめんね、おしゃれだと思うよ、アイビー君。ごめんね、本当に。謝罪はするわ。よう。よう。あ、友達の紹介来ました。ありがとうございます。感謝、感謝。じゃあちょっと移動します。最後はじゃあ一周して終わるみたいなね、うん、誰だろう。ワク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 。もう仲良しになったんだけど。ハイドと仲良くなりました。ありがとうございます。はい、まあ、そんなハイドはほっといて。え、誰だろう。友達来た。連続で来てるよ、友達。ありがたい。こんにちは。めっちゃ来るやん。突然。ありがとう。はい。はい。え、すごくない？はい。ただいないんだけど。はーい。待って、ごめん、あのね、今友達探してるのよ。ちょっと友達探したらやるわ。うわー、あれっぽいな。どういうこと？こんにちは。アンビリーバボー。信じられないボブ。へえ、信じらんない、ほんと。うわ、髪型。え、髪型独特すぎる。え？かっこいい雰囲気。じゃあ、まあ、せっかくうちにここに来たわけだから、最初、やっぱ洗礼を受けてほしいよね。うん、私と言ったらこれだよ、みたいな。洗礼を受けていただこう。そうだな、かっこいい。こっちか。これで、これで、かっこいいのかこれ、大丈夫？かっこいいということで、アクセサリーでしょ？やばいやばいやばい、やばいやつじゃん。いや、彼やばいやつだよ。ひどい。仲良くなれるかな。ちょっと私ボブ微妙かもしれない、うん、なんか天の尺くんがショールーム行ったらしいですよ。え、ああ、びっくりした。あ、探してる子だった。ごめん、誰かと思った今。あと友達何人増えたっけ。結構増えてるよね。ああ、悪くはないけど、良くもないね。うん。ありがとう。
そんな彼をほっといて、あ、この二人じゃない？自撮りするセルフィー。へえ。可愛くない？この子。え、メイクとかめっちゃ可愛い。何？黄色系の色がおしゃれ。うわ。黄色？黄色か。これがこういうのだけでも意外といけるよね。黄色。黄色に合う色って何色ですか？黄色には黄色ですか？やりすぎ。あ、こういう色合うよね。でもさ、この人おしゃれを求めてるのね。これっておしゃれですか？ちょっとラフすぎる。これでおしゃれにならない？あー、でもありだよ。あり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 。もうちょっと黄色少なくはなっちゃうけど、別のアイテムで黄色入れれば。いや、全然可愛い、全然可愛い。これとか。あとアクセサリーで黄色。そうだな、黄色これだ。ダメだったー。やっぱおしゃれじゃないってことね。ごめん。私の中では結構可愛かったんだけど。仕方ないわね。この人見たことある気がする、私。天気を知るリポ。へぇー。何をされてる方なの？紫系の色。紫。え、これ？いや、ダサいわよ。あー、いや、ありよ、全然あり。あ、もうヒョウ柄ウーマンでて、最初からヒョウ柄だったもん、彼女。けど、ヒョウ柄を愛する女に悪い奴はいないからね。ヒョウ柄だよね。そうだよね。無理やりじゃない？いや、でも全身ヒョウ柄でいこう。ちょっとごめん、靴にヒョウ柄、あ、ヒョウではないよね。あるんだけどさ、ちょっと色が違うから。やばい？やばいよね。そうだよね。どうしよう。ヒョウ柄。あ。はい。いいのね。優しい。ありがとう。好き。やっぱヒョウ柄が好きなのよ、きっと。あ、ガチャチケもありがとうね。よしよしよし。まあこんな感じですかね。とりあえずは。はい、ということで。最後ガチャだけ回そうかな。よし。大体持ってますね。ガチャどこのやつ回そうかな。まあ、意外性で、ここって手もあるよね。ではですね、ガチャ回します。何枚持ってんだろう。意外と持ってる。マジか。じゃあ20連ぐらいしても、あ、足を30回。え、運悪くないですか、私。うわ、銀2つある。
まあでも初戦って感じ。うん、はい、ということで、てれてれてんじゃないね、ほんと。今回この辺で終わりたいと思います。ちょっと今日鼻声でしたね、私。ごめんなさい、本当に。謝罪。ではですね、まあ、次回までにまた、みんなね、びっくりマーク出るようにしといて、そうね、もうまたちょっと友達、だからもうね、まだ望んでる友達は全然来ないですから、そこなんだよね。全然ね、望んでる人が来ないの。寂しい限りよね。本当に。え、何？私のアイテム聞きたいってこと？しょうがないな、まったく。私ね、やっぱハイブランドなものは着たいのね、あなたね。はい。はい。え、待って、イケメンじゃね？こう見るとだいぶイケメンだぞ。そうだね。良いじゃない。よし。てれてれ。これでね、ブーンってやって、写真撮ってもいいんだけど、正直ね。別に彼との通称いらないもんねっていう。そうだよね。はい。ということで、ここがあれで、滑舌。今回これで終わりたいと思います。バイバイ。